変わらず金姫、後ろ足危ないですね。先切っちゃいましょう、後ろ足。めっちゃ長いこれ。お、えらいね。金姫危ない危ない。金姫できたね。なかったな。無事。無事終わったぞ。後ろ足危ないけど。後ろ足が危ないですけど、これ。怖いんですけど、これ。ポン吉はね、もう余裕ですから。ポン吉シャーティオですからね。爪長いね、これ。シャーティオの爪長いね。ポン吉はね、もう余裕ですから。シャーティオですから。もうね、この指先で押さえるだけでも余裕ですからね。シャーティオですから。腕の力いらないです。ポン吉シャーティオ。余裕ですね。ポン吉シャーティオ。ぐるぐるいってますね。ポン吉シャーティオ。本吉は余裕すぎましたわ。うん、こんなことね。こんなの余裕すぎだよね、ポン吉だっていうね。もう話になりませんか、ポン吉だっていう。爪切りは。ね、ポン吉。こんなのね、こんなの変な顔。おぎんさん、2回目の爪切りだ。結構鋭い爪になってますね。よし、頑張ろうに。えらいね。お、お、えらいじゃん。えらいじゃん、金ちゃん。お、おげんすごいじゃん。で、後ろ足もどうかな。おわーい、おぎんさん、おぎんさんすごいじゃん。優秀ですね、おぎんさん優秀。相変わらず
ミニ小豆ですね。よし、ソラン君頑張ろう。大銀さんちゃんとできてたよ、君の弟。お兄ちゃんちゃんと、お兄ちゃん頑張らないとですね。お、偉いじゃん。お、お兄ちゃん、ちょっとお兄ちゃんの見せどころですよ。あ、あ、お兄ちゃん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 、いいとこ見せましょう。後ろです。お、偉いじゃん。終わったぜ。お兄ちゃんいればできるじゃない。心配してるよ。リンパイセンはね、もう次元が違いますから。リンパイセンはね、もうワンコですからね。もう猫じゃないですから、リンパイセンは。次元が違うところまで行っちゃいましたからね。ほら、リンちゃん、リンちゃんもね、もう脱力感が違いますよ、リンパイセンは。うん、もう終わっちゃったよ。ポン吉といい勝負ですけど、リンパイさんもワンコですからね。この身の委ね方がポン吉とちょっと似てますけど、でもちょっとやっぱり違いますね、リンパイさんはね。腹毛にこう落ちちゃって、腹毛に。笑えてきちゃうね、これね。余裕すぎてね、この脱力感。ブイちゃん、ブイちゃん爪大丈夫だな。ブイちゃん爪、ブイちゃん爪切るとこないぞ。血管がありますからね、ブイちゃんもね。下手に切ると血が出ちゃいますから。あと散歩に行って結構削れてますからね、ブイちゃん。ブイちゃん今日よしにしよう。今日もよしにしようか。よし。
よし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 ラルオジもね、あ、ラルオジちゃんと詰め切ってるね。これラルオジちゃんと詰め切ってんじゃん。ラルオジじゃ大丈夫だな。ラルオジもな、ラルオジおじいちゃんですからね。なんだここ、無理できませんからね、ラルオジは。